なんかちょっと物語が進んじゃったっぽいんで、これを見ていきましょう。よくぞ今までビルダーを守り、助け、物を作らせました。しかしそろそろ用済みです。茶番はもう終わる。うわー、探したんだから。ちょっとめまいがしただけだ。いい加減仲直りしなさい。最近は相手といるとむしゃくしゃしてくる。何か壊したくて壊したくてたまらなくなる。俺にもどうしたらいいかわからない。物を作ることと物を壊すこと、きっとそこから答えを探るしかない。小賢しい女ですね。私が息の根を止めて差し上げましょうか。俺の前から消えろ。もう俺に構うな。きっと大丈夫だ。シドも君のことを。この気配は城作りが盛り上がってきたところだというのに。敵がやってくる。マジか。ちなみにね、なんかね、音も連れていけますね。とりあえずこのホイミンとジバコちゃんと、ちょっと待って、どこに行くのみんな。ペロちゃんを連れて行こうとしてるんですけれども、ただ今のところ装備がしょぼいんで、こいつ茨の剣だかんね、いまだに。え、これって俺本当はさ、素材島に行きたかったんだけどな、行けないのかな。ちょっと素材島に行こうとしてみよう。船着き場。行ける？どこ行く予定なんですか？行けんじゃん。よし、じゃあちょっと装備をさせて素材島に行きますかね。そんなわけでドラクエビルダーズパート43やっていきましょう。魔物が攻めてくるということで、この谷間を見てくれ。敵が海岸から攻めてくるとすれば必ずここを通るだろう。ここは敵を迎え撃つのにうってつけの場所と言える。ムンブルックから持ってきた魔法兵器、この谷間の君の好きな場所に置いてほしい。種類も置く場所も指定はしない。魔法兵器合計100個。もしも兵器の扱い方を確認したければ声をかけてくださいと。ムーンブルクで私が話したようにしっかりと魔法兵器を回収してきたろうな。回収したよね。回収してないなら一度ムーンブルクに戻って取ってくるんだ。それはめんどくせえ。え、持ってるはず。どれだ。あ、これか。そもそももうギラタイルで119個あるからね。え、どう置く。内側から来るんだよね多分。これなんだ。え、なにこれ、こんなんできたの。気分みたいなやつかな。ここら辺から置いてく。じゃあまずはじゃあトゲだね。ちょっと取り出そう。レインバリアってどうやって設置するんだっけ。2個しかない。であとまあ多分主力はギラタイルで、シャドトラップ、バギーの床のスイッチ、リモコンスイッチ。え、バリケードっているか。まあこんなものでいいでしょう。柱をここら辺から見てくじゃん。ちょっとちょっともういきなりだけど、置く作業から始めよう。
中もこんな感じでいいかな。もう適当だけど、どっから出てきてどこまで突破されるかだよね。あそこら辺をめどに中心に置いちゃったけどさ、まあいいや、とりあえずやってみよう。魔法兵器を置いた。素晴らしい配置だぞって。本当かよ。これだけの魔法兵器があれば盾敵が多くても必ず撃退できる。ムーンブルクを守った魔法兵器、この谷が自然の出城となって我々を守ってくれる。メカミックス、君は危ないから下がってなさい。指導の様子を見てきたところ、この妙な天気は何？敵だ。ルル殿、安心してくれ。ミカミックスの罠作りが間に合った。罠作りっていうのはなんかかっこ悪いよな。魔法兵器っていうとかっこいいけどさ、罠って。さて、では、あれ、みんな装備持ってこっちの方に行ってんだけどさ、ここが最終防衛ライン。あれ、こいつって戦うの？ちょっと待って、武器どうなってんだっけ。鋼の剣が1本あんの？あ、装備してたよ。てか勇者の旗でよくない？鋼の剣こいつにあげられる？あげられない。この人たちは魔法で、ルルちゃん戦わないでしょ。ジバコは？あれ、ジバコ何装備させてんだっけこれ。あれ、こいつフラーテ、ちょっと待って、マリーだ。何も装備してんな。炎の次あげよう。もうあげるよ君に。ジバコちゃんなんだっけこの装備。ガイアの剣か。え、なんかすげえ戦力不足な気がするけど、もういいや、これでいこう。大丈夫大丈夫。教団の魔物たちがすぐそこまで迫ってる。間もなく戦いの時。以前置いた魔法兵器以外にも様々な兵器を君自身が作って新たに置いてくれてもいい。新たなって何？まあいいや、行こう。魔法兵器の作り方なんてわからん。よく監獄島を脱獄できましたね。そしてこの島に再び舞い戻ってくるとは。ビルダーもろともビルダーが作ったものを破壊する。待っていました。だこいつってさどれくらい偉いの？くだらないおもちゃを海岸に並べてるんだよ。まとめて踏みつぶしてあげましょう。踏んだらまずいよ。踏んだらまずいものなんだけど。あれ、こっち素手？あ、大丈夫か。あ、結構遠くだね。まず罠を。で、あ、そうだ、俺これだ。忘れてた。いけ。あ、なかなかいいじゃん。すげえ。あ、イエティ。あ、ちちちち、うちのイエティ大丈夫？うちのイエティ燃えるんじゃないか。イエティ頑張れ。お、いきなり、いきなりだな。あ、ここら辺で全然良かったね。ちょうど中心点だな。後ろの方のこれが機能しなさそうだな。このヒャドが。そうするとリーチまだまだ大丈夫。お、大丈夫か。あ、いってる。あれ、なんだ、ちょっと遠いやつがいるか。罠を踏むために動き回ろう俺は。あれ、まだいる？ん、ちょっと待って、どうなったの？あっちか。みんながなんとかしてくれっかな。ほら、頑張れ頑張れ。固まれ固まれ。そう、ホイムスランがいるんだよね。回復には役立つ。あ、もうなんかあっちの方に行っちゃったよ。もうちょっとさ、おびき寄せようよ。そういうのないのかな、作戦。罠におびき寄せろ。ちょっとみ
んな肉弾戦好きだな。強え、これ超強え、勇者の旗ガチで。俺ただ旗振ってるだけだから、罠を振って旗を振ってる、これが俺の今与えられた職務だ。あ、てかもうちょっと外だね、あの戦闘地域は。俺攻撃できねえから。炎の強度上げちゃったからな、これでなんとかするしかない。じゃあみんな切れてきた、あれが遠すぎるんだよ、だから忙しいな。ちょっとただただ罠のところで戦いましょう。なんかすげえ外行ってるけど倒した。イエティ頑張れ、イエティちょっとヒットポイント減ってるぞ。あっち行きすぎだろ、戻ってこい、ちょっと敵がいる。いやもうちょっと外側に作った方が良かったか。敵のイエティがいる。キャドとか全然機能してないからね。まあでもいいから、ギラタイルがそれなりに機能してるから。骸骨ってあれだよね、罠に弱いよね。罠じゃなくて針に、ちょうど針の上に戦ってる。でも針だったらこっちのギラタイルの方が強いかな。強すぎる、倒した。いやもうちょっと手前に敷くべきだったね、中心を。でもまあ全然余裕だったんで。あれ、お前いつの間に倒したっけ。破壊神様万歳。結構腹出てたね魔法兵器という力を得た我々にはある程度のハーゴングは敵ではない。敵の親玉も倒した。魔法兵器あれば簡単に追い返せる。あっけなくて拍子抜けしちゃう。そうだね、指導が我が物側で敵を投げ倒してきた。魔物が攻めてきたのに助けに来てくれなかった。特別な事情がある。罠を作ろう達成。小さなメダルとビルダーペンシル。石板の目標は一つ達成。島をものづくりで満たす日もそう遠くはない。君の雪原もいい感じだな。ちょっと久々だからさ、どういう状況だったかあんまり覚えてないんだよね。俺がなすべきことってなんだろう。雪原30分の1とか全然できてねえじゃん。イエティ、もっと頑張ってくれ。あれ、雪原ってなんだっけ。イエティがどうすればやってくれるんだっけ。雪原団子みたいなのが必要なんだっけな。城は全然できないね。あと見守るしかないか。あいつどこ行くんだイエティ。あれ、雪原団子みたいなのって存在するんだっけ。これ間が行くとだいぶ忘れるな、何してたかとか。そしてもうアイテム欄もすげえいっぱいですし。間違えた、これ何。あ、毛皮ね。多分雪原の作り方みたいなのがあると思うんで。これだって草原団子でしょ。アイスキャンディーだ、思い出した、アイスキャンディー作るんだ。アイスキャンディー作ろう。あれ、ここの開拓地のビルダーのテーブルってどこにあるんだっけ。あ、ここだ。
どれだ、あったアイスキャンディ、氷か。ちょっと10個くらい作っとくか。じゃあ、そうだね、持ってなかったね。雪原の城になるの。じゃあここら辺はもう整地してる暇ないからな。適当に使う。はい、来た飛んできた。え、上の段とかやってくんないんだけど。段が違うとダメ。まあムーンブルク自体がそもそもね、氷の土地だったからね。じゃあいいや、もう適当に、はい、中もいいや、やっちゃおう。はいはいはい。ここら辺ってどうなってる。これなんかもう氷なのか氷じゃないのか。あ、氷っぽいな。寒そう。ここ草原になってるけど雪原にしちゃう。あ、アイスキャンディー全部なくなっちゃった。え、30個、全然足りないじゃん。氷が足りないんだ。氷どっかから流れてきてるって言ったよね。ここさ、あのみんな作ってるんですけど、どれだ氷って。これ雪でしょ。魔法唱えたんだけど誰。これか氷多分。あ、そうだね。27個。あれ氷って1個で1個できたっけ。アイスキャンデー、とりあえず30個で青の開拓地にこのままもう戻っちゃおう。でひたすらアイスキャンディーを作りますか。いや30個作っちゃおう、予備も含めて。置けるだけ置いちゃおう。もうちょっとここら辺こだわってる暇ないからな。適当に、はい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 。隙間が多分できてるけどね、もうそういうの気にしない。頑張れイエティ。そんなにアイスキャンディー好きかこいつは。あ、やっぱ段差が違うと。そうか、やってくんないからな。ここ空いてる気になるOK、 アイスキャンディーだらけだな。イエティ1体だからちょっと効率が悪いのか。あ、でも早いね、それなりにやってくれてんな。ここのアイスキャンディー無視されたんだけど、なんで。あ、散っちゃったよまあいいや。いった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 、お前いっけ強っルルちゃん頑張れ。ルル燃えている。ルル、ものづくりに関係あんのかな。頑張ってください。俺ができるのはこれくらいのものだ。いや、自分の武器なくなっちゃったよ本当に。ドラゴンキラー実はあんまり強くないからね。ドラゴンキラー雪原が20までいったな。ここら辺にいっぱいあるけど、22、一気に2増えた。あっ、あっちのやつやってくれたな。
イエティこんなにさ吹雪吐いて大丈夫か。ここやろ。ちょっと待ってね、ここ隙間を埋めていくか。あとはじゃあここ今ちょっとね少しでも早く先へ進みたいという思いがあるんで、大体ねそのムーンブルクみたいにね雪の中の城とかあんまり好きじゃないんだよね。ビルダー城これでも 47% か。作業要員増やせないのかなっていうか、そうかこいつらの根城がないわ。そもそもの寝る場所城の中に作っちゃう、せっかくだから。おいなんだイエティ、ちょお前何してんだ。あ寝てるんだイエティ。そりゃねあんだけ頑張ったからね。ちょっとベッド作って自分も寝よう。朝にしよう。これ壁、扉、木のベッド持ってたか。物が多すぎる、本当に多すぎる。ある3つ取り出して、ちょっともう時間ね、君たちの分もいいよ。寝てないし。お前らが寝てんのかよ。ペロちゃん君はもう寝てないんだ。じゃあもうスーパー仮設住宅でも作るか。本当に寝るだけ。飯も食ってねえしなこいつら。ベッドとかね無限に作れるからね今。生活家具の普通の木のベッドで十分でしょ。10個あれば10人はいないよね。魔物はねなんか当たり前だけどベッドで寝ないんで、せめて寝るところだけでも作ってあげるか。イエティちゃん働いてる？あれもはやアイスキャンディーがない。あアイスキャンディーもうねえじゃん。ちょっと待って、じゃあこっちら辺も節減にしちゃおう。もう別にあれでしょ、これでどう ?27、28。人も咲いてるけど例によって29。よしこれで決まったな。こっちの方に来てんの。雪原が完成した。形は超悪いけどね。いや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 、全然完成した感がないんだけど。そんなに拍手されても全然完成してないわ。本当にすごいか。そうだね、アイスキャンディー作ってただけだけどね。地図で見てみれば凄さがわかるかもしれん。あとはお城作りだね。開拓レシピ全く進めてないからな。小さなメダルも進めてないし。その城作りが大変なのよ本当に。
もうすぐ3つの開拓地の開拓が終わる。さあ半分だし、イエティちゃんまだ頑張ってるな。まだらすぎだろ本当に。作業要員がもう少し欲しいな。ほら頑張れ。俺何してんだ、まあ、多分この間になんかいろいろ作れって話なんだろうけどね。家作る？じゃあまた仮設住宅ここら辺でいっか。でちょっと待って、どうするんだっけ。これが一番でかいやつか。雪の上で寝るとかね、寒すぎるからな。俺も別にあの寒い地域ではないんで、関東なんで。本当にね、北海道とかすげえ寒いところに住んでる人と比べると、てかさ戦わねえじゃんこいつら。オッケー、よし、じゃあここら辺を仮設住宅にしますか。雪の上はもうさすがに無理なんで板を敷きます。例によって板持ってたっけ。もう本当にここは最低限のものだけでいいや。木材の壁、壁じゃなくてね、下に敷くやつが欲しいんだよね。あった、よし。あ、呼んでくればいいのか、あの作成要員名簿録から。しかも2階建てとか作らないから。あと最大の大きさがあるみたいだからね、部屋を2つで区切らないとちょっといけなそう。寝る部屋となんとかの部屋とみたいな。頑張って、痛い。適当に、まあ、みんなが寝られそうな感じで。じゃあちょっとできるまで家作りでもしてますか。よーしって、あれもうできた。住人呼ぼうかなって思って今呼んだとこなんだけど、助っ人2人、我々だけで。助っ人はいらなかったか。2階部分の素晴らしい構造、こんなん確かに悪くないっていうかすげえよ。むしろ勝手に住人来てるし、呼んだばっかなのに。でもまだ 60% か。次か。いや俺一人じゃこんなん作れねえから。みんなすげえ城作ってんのに俺しょぼい仮設住宅作ろうとしてるからね。ちょっとアネスタちゃんに話しかけよう。あ、みんなの話を聞くってそういうことね。ここは何屋さんですか。開放感が売り、風通しが良くていい気分。こんなスッカスカじゃ壁とは言えない。確かに。こっちですよ、城のお部屋。
狭苦しい部屋、豚小屋亡くなった方々もたくさん埋葬できますよ。辛口すぎる。2階部分、この階段はわしが手塩にかけて作った階段、うん、途中で途切れてる限界じゃった。三流ビルだって。お城の土台にはなる。あ、なるほど。こっから設計図ね、作るね。一応達成なんだ。破壊の神指導よ。え、こいつぶっ倒れてんじゃん。めちゃめちゃなんか木を放ってるんだけど。想像なきところに破壊はない。破壊の神も目覚めることはありません。だからこそ私があの小娘をこの世界に呼び寄せた。なるほど。あなたとの出会いと冒険は想定外、その価値はあった。世界は少しずつ滅んでいる。そんな残酷な世界は一息に滅ぼすべき。それこそが救い、そして破壊神たるあなたはその最後の希望。お前は誰だ。この幻の世界を作りしも、そしてあなたに最も近しい存在です。今やあのビルダーが想像なきこの世界をものづくりの力で満たそうとしている。さあ次は破壊の時、破壊の神たるあなたが真に復活する時。病院でも作る。指導用の、破壊されそうだけど。まずは玉座の間があればお城にはなりそう。玉座の間を作ってお城を完成させようと。壊れた玉座、ムーンブルクの姫のために用意したものらしい。君への感謝としてくださるそうだ。王に姫がいたという話は聞いたことがない。王の寝室も必要。壊れた玉座を修理して玉座にして玉座の間を完成させる。玉座が1つ、タペストリーが4つ、かがり火2つ、玉座の間が完成。その隣に王の寝室を作る。キングベッド、暖炉、高級椅子、高級係、個室、壁掛け1つずつ、王様の寝室。玉座の間と王様の寝室は隣同士に作らないと城にならない。壁に使う建材と扉は好きなものを用意してくれと。おーい、レシピね。キングベッド、大の字になって寝られるふかふかの寝床。王女のベッド、すごいね。え、ここにそのまま作れってこと？なるほど。ど真ん中にあるからさ、寝室なんて結構狭くないとダメじゃん。空腹で倒れそうだ。いつの間にパンいっぱいあるかな。食いまくろう。じゃまずはこれを置くでしょ。これ上に置いた方がいいの？いやでもここだとあれだな、
階段のすぐ近くだからやっぱ後ろに置かなきゃダメだ。ここちょっと待って、これってさ、そもそも玉座を作んなきゃいけねえじゃん。ぶっ壊してここからそもそも玉座を作らなきゃいけない。玉座ってどうやって作るの？タペストリー作れって言ってたよね。1個で十分だな。ワンセットで十分。何これ、魔人の壁掛けとか。名前の壁掛けも必要だっけ？誰その名前書くの？俺の名前？あとはかがり火、6個あるね。かがり火はいいや。これ明かりだよね多分。ランタンもまあまあ持ってるは持ってる。キングベッド、これ作んなきゃいけない。王女のベッドね、これも一応持ってるは持ってるか。あれ、これ何個って言ってたっけ。あ、玉座、で壁は好きなの使ってくださいって言ってたよね。で壁はやっぱそれなりにいいやつにしよう。金だな、金の模様壁。いやだったら金のレンガ壁でいいんだよね。こちら辺はほこら、いや金だな、趣味悪。じゃあ金の模様にしとくか。20個あるからこれで1000個か。50個くらい作っとく、まあ、500個だけど。これで金を半分使ったな。金生産工場も作んないとね。遠いんだけど、これあそこまで、お城までが。だからまずは王の間を作ろう。本当だ、階段半分しかねえわこれ。手抜きすぎるだろ。じゃあここで周りの壁、預けて、金の模様壁を取り出して、え、大きさ的にはどうする？一旦ここ囲っちゃう？これでなんかほんと趣味悪いな。でこの部屋の大きさって部屋として認識してくれんのかな、まあ、分けるけどね。やっぱりでもそうだね。よし、これでとりあえず玉座ができたね。この通りにやると部屋として認識してくんないんだけど、でかすぎて。で実はこれ左右対称じゃなくて、こっちはね2マス空いてて、こっちが3マス空いてるんですよ。でこっちを王の寝室の間にしようと思います。小さいけどね。暖炉入る？暖炉ギリギリだよね。よし、ここに暖炉置いて、あとなんだっけ、ちょっとどこ行った、ルルちゃんがいないと作り方がわからん。こっちは OK。 寝室、キングベッド、暖炉、高級椅子、高級明かり、個室壁掛け、
暖炉置いたでしょ。あとベッドと椅子と明かりか、高級な椅子と明かり。ベッドもギリギリだな、まあ、なるべくあったかいところがいいから。かといって隣に置くと火事になりそうだから、ここ落ちそうマジで落ちそう。こんな王の寝室でも何でもなくね、こんな狭いとこまあもともとこれがね欠陥住宅だからね。あとなんか必要なのはこれ取り出すか。高級明かりってランタンでいいかな、印ついてるから。じゃあここにレーザーソファーを置くか、まあ、3つで、ランタンをどこにする。あー、ここちょっと壊して金の模様壁をもう一回ここに置いて、でこの上にランタンを置こう。でどっちから入る部屋って、まあいいや、ここに扉がガチャって男、あれなんでだ、あここか、あとここを埋めなきゃいけないんだ。はい、小さい空き部屋、ちょっと待って、個数制限してたっけ。寝室、高級椅子、高級、あ、壁掛け個室か、そうだそうだ。壁掛け個室をかければ多分大丈夫でしょう。じゃあこれをどこにかけるかっていうと、まあ、ここら辺、はい。でなんか俺の名前書かないとダメ、え、なになになに、拠点および部屋の外では設定できません。これ部屋じゃないの、ちょっと待って、わかんねえ、どういうこと、しかも間違えてこれ吹いちったよ。これ壊します。え、でもこれ部屋としては認識されてるよね。え、中でしょ、だってこれやんの。あ、できたなんでだよくわかんねえ、ここにやったらできたんだけど、すげえっすって、全然すごくもなんともないんだけど、あ、これはもうしょうがない。いや、お前何寝てんだよ、しかもまあ一応完成しましたと。では話を聞きに行きましょう。素敵なお部屋と寝室ができた。え、あそこにルルちゃん寝るの、まあ、別にいいけど。お城の壁もちゃんとしたい、もっとしっかりした屋根のあるお城にも憧れる、まあ、屋根だねうちの建築物全部屋根ないからね今雨降ってるけどさ、もう雨降ってきたら雨ざらしだから。これでお城の完成なんだ。なんて大きくて立派なお城でしょう。そうかな全くそう思わないんだけどな。土台部分も、まあ、土台って言われればね、まあ、別にいいけどさ、お城って言われるとまだまだだよね。いや、まあ確かに、ね、じゃあお前自分で作れよって言われたら作れませんっていう話になるけど、この城に一緒に住む、よし、ビルダー城を作るのは達成したんで、これで3つ終わったね。開拓レシピ達成、
石板に記された全ての目標を作り上げたと。飽くことなくまだまだ物を作りたい。石板に変化があるかもしれない。じゃあ行くか、ワープで。短いところだけどワープで行く。こいつらはしっかり歩いてきてんだ。強い力を感じる。とても大きな力を感じる。ルル実は前から思ってた。世界一のビルダーなんじゃないかって。でもビルダーって他にいるの？この世界についに3つの石板にものづくりの力が宿った。これにて島にものづくりの意志の残した古のビルダーの夢は叶ったと言える。これで叶ってるんだ。最後の仕上げ、あとでお主一人でわしの神殿に来るがよいと。ムーンブルクの民の居住区域にしようと考えてる。まあ、別にいいけどね。ここでしばらく物を作ってくれてもいい。何にもないよ今居住区域。寝るところだけは作ってあげた。トイレもなければご飯を食べるところもないからね。準備ができたら神殿の白爺のところに行ってあげてと。いうところで、じゃあ、なんだこっちだ。パニクってたぞ。メダパニクらってたか今。一応お城が一旦完成したので、今回はこれで終了して、次回はじゃあ白爺のところに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。